はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はケットやっていこうかなと思いまして、今週の特別ルールは生成プチ5というわけでやっていくんですけども、今日使っていくパーティーこちらというわけで、渾身のヒーローキラーパーティー。ジャンプチも5周年迎えましてね、まあなかなか強いキャラたちがいるんですけども、それは限定に限らずヒーローキャラもめちゃめちゃ強いんですよね。ほんま一昔前の限定より強いヒーローキャラなんかわんさかいるんで、僕は思ったんですよ、限定使わんでもヒーローキャラで勝てるんじゃねと思いまして、まあ、ちょっと1枠目メダカはちょっと許してほしいんですけども、あの1枠目ダブルタップいないんでヒーローキャラに、2枠目竹本ウルカヒーローキャラですね。オンでもって3枠目ポーラマッコイ、これヒーローキャラですね。そしてもって4枠目ティアーユルナティーク、はい、ヒーローキャラというわけで、ヒーローキャラガン積みのパーティーでやっていく。まあ、あの上から2021年、22年、23年と年功序列やっていく。さあ、というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけで、意外とね、あの強いんですよね、おふざけなしで。あ、またマルトラ変なパーティー使ってるやんって思ったやろ。これね、裏で何回か回したんですけども、ラス枠のね、あのメガネ姉ちゃんがね、めちゃめちゃ火力出るんですよね。あいつガード貫通 480% ダメージで幻突にしてるんで、この恐ろしさをぜひとも皆さんに見てほしいなと思うんですけども、相手さんがなんか変なことしとるの。まさかのワンピースパーティーと、僕がヒーローキャラ使ってんのをええことにワンピースで染めたパーティーとかいうね、くっそ変なパーティーが、来たというわけで、女の子たちで芝居ていくんです。あと僕メインキャラ全員女の子やん。女の子4人に今日は囲まれていきまして、ほんでもって相手さん2枠目竜王ルフィか。あーちょっとジャマプチ君やる気出してくれたんですけども、惜しいというわけで、こんだけワンピースに、なんつうの、偏ってるというか大好き人間という方、こいつ幻突やな。ルフィ幻突やったらね、バフつくんでね、必殺で。それはちょっとなかなか厄介なんですけども、まあいかほどというわけで、まあここに関してはバフまんべんなく吸っていく、まんべんなく積んでいくやつにしていくんですけども、一応有利属性は取れてんな、2枠目3枠目。まあヒーローキラー使ってるんで、それぐらいはね、ハンデとして欲しいなという感じなんですけども。はい、レジェンドも2回発動し、約束のネバーランドなんですけども、ぶち割っていくというわけで、ダメージいかほど、ここウルカ結構出んねんな、ほんまに。いかほどというわけで、素晴らしいんですよね。ほんでもってやっぱり、限界、技レベル上限解放していた。まあいいでしょうというわけで3枠目。3枠目に今もガイがめちゃめちゃ荒ふれているんでね。だから3枠目マッコイポーラにして、属性有利とってなんとかヒーローキャラでも勝ちたいなという、耐えていきたいなというムーブにしているんですけども。バフ吸収と。ここのバフ吸収ちょっと厄介やな。ほんでもって全割りはされるか、これされへんな。レジェンド溜まっていたラス枠に受け継ぐパターンですか。ちょっと恐ろしいんですけども、まあ、ここで結構回復するんで、いけるんじゃないかなと思われる。はい、割っていきましてと、レジェンド溜まるな、これ。素晴らしい。レジェンドお初していきまして、ここめちゃめちゃダメージ入ると思う。結構いくんじゃないか、ダメージ。キラー入るんで 500% 入りますね。いかほどというわけで3つ割りなんですけども。まあまあまあ頑張ってくれている。ほんでもってがっちり守っていくという状況。はい。ヒーローキャラに使ってんのになんかアドバンテージ100万ぐらいあるんですけども。なんじゃお前のその友情技。なんやねん、ガイ先生。お前もハーレム生活を過ごしたかったんか？お前なんか忍者とかいうすごい格式高いお前職業やってんのに、お前何をしとんねんいう話で、不純異性行為なんですけども。5つ割り。ここね、
ガイ先生で結構、引き上げするんで、あの火力を。まあ、なんとか言ってほしいなという感じではある。レジェンドはもうガイ先生発動するんで、ほぼ 100%、発動して魔法帝になっていきまして、バフ見ていきましょうか。相手3バフ、2、幻突の必殺ダメ、残りカス。こちら側302の必殺ダメ、まあまあ詰めている。以下ほど5つ割り。火力としては5個割りなんですけども、ガード貫通なんで、以下ほどというわけで、100万オーバー入んねん。100万オーバーも入るって思わんかったやろ。ありがとうございます。まあ今日こんな感じで頑張っていくんですけども、今のはね、ちょっと属性、きっしょいやつきてぇ。あ、しかも、1、2、3、不利やん。1、2、3、不利はちょっと、やべえな。ほんで、1枠目で、バフが吸えないというクソ状況。そうですか。まあ、どうせ、ジョリンクソぶっぱやからな。こんな感じ。これはさすがに耐えれへんのちゃうか？僕のクソバフ界といえど。さすがに厳しいんと違うかな。2枠目も不利やもん。2枠目で必殺回収してほしい気持ちがあんねんけど、回収されたら回収されたでなかなか厳しいんで、あーほんでなんか友情が変な感じやな。ほんで回収はしてくれんねんけど、まあされへんよりマシ、されへんよりマシというのをねアピールしていくんですが、ただしかしやねんな、ここでダメージ結構入ってまうな。3つ割りからの、待っていくムーブで、3つ割り1つ温存、ロジャー、その代わりという状況か、なるほど。まあ、レジェンドを外して魔法帝になっていきまして、ウルカは必殺ダメ 18% アップ、必殺ダメランダム1個解除持ってますんで、ワンチャンこれででかいのそげたらええかなと。で、最近ガイ先生多いんで、そこもうまいこと考えているという、パーティーになっているんで、まあ、バフ会はかなり刺さっていくんですけども、約束していきまして、これはね、4、3、2やろ？30、40、16なんで、40が過げる、4ターンの40が過げるんで、3の方ウルカそいでくれたらお前、マジで仕事した。二そぎ女、ウルカというわけでね、激アツなんですけども。ほんでもって一応38万回復してるんで、なんとかこれで耐えてほしいなという感じやねんけど、ちょっと友情技がきっしょいな。さすがに耐えれんか、これは。これはさすがに耐えれへんのちゃうか。AI クソムーブオッツ、4つ割り。なるほど。これはね、まあ一応バフ吸っていくムーブなんですけども、まあ全回収もド安定でできるんですが、はいと、いやーさすがに厳しいんとちゃうか、これは。約束していきまして、ここで一応30万回復積むんですけども、ガード積んでないんで、12万ダメ減がいいように働いてくれることを願うほかない。はい、以下ほどというわけで、ダメージはまあまあ入っている。頼むから耐えてくれ。え、これワンチャンあんぞ。ワン、頼む、耐えてくれ、頼む。くそ、今の耐えたら激アツやったのにな。というか逆にヒーローキャラ、ヒーローキャラ3人メインで使ってギリギリ耐えれへんっていう、この耐久力ね、飽きました。もうね、3枠目ガイ先生、ほんで2枠目メダカ、ラス枠にジンベ、餌にも程があるんで料理していくんですけども、さすがにこんだけのクソ全力は耐えれるやろ。ほんで必殺ダメ解除に全振りなんで、このパーティーは全てがうまくいっているんじゃないかなと思うんですが、はいと、ウルカのバフ回、これ結構刺さっていくのを望むしかないんですけども、というかさっきのマジで悔しいね、めめしいんですけども、でもって、バフ吸っていきまして、まあ、34万回復されてるんで、まあただしかし相手さん、今のあのあれやんな、
オンデモってここに関してはダブルタップ発動で、レジェンド2回発動パターンかな、これ。ちょっと、ややしいんですけども、5つ割りやな、これは。5つ割りないしは6つ割りなんですけど、まあ5つ割りかな、これは。はいと。ブチン決まっていきまして、ここの5つ割りも結構ダメージ入るんじゃないかな。はいと。ここでレジェンド2回発動されたまあまあ厳しい。うまいことを回復でなんとかするほかないんですけども、ここのね、小野寺のところをガード5周年街道で 40% ガード積もうかいろいろ悩んだんですけども、やっぱり2枠目であんま割ってくる人いないし、2枠目でダメージ 40% ガードしたとて、まあ言うてカスダメなんで、もともとが2枠目なんでね。だから、40% ガードじゃなくて回復の方が耐久値上がるかなと思ったら、うん、体力パーティーに相対した時はまた別やな、これは。はい、まあまあダメージ入って、ここどんだけ入る？あ、結構耐えれてる？激アツやん！やっぱりね、2枠目にもね、今、赤が多いんですよ。この限定メダカとか、あと、やっぱり、つなりぼが多いんで、2枠目3枠目煽って結構安定してんねんなとかいう饒舌饒舌で喋っていたらクソ弱体が肉というわけで密輸なんですけども、そうですね、これに関してはちょっと相手がね、生の馬刺しを食ってるんで逮捕していくんですけども、どうしようかな、これどういう割り方したらいける、これどういう割り方しても無理やな。これはね、悟空班も発動して、ワンチャンというムーブを狙いたかったね。左何がし変換して欲しかったんですけども。まあ、しゃあね。二つ割り。ただ耐えますわ。弱体化つけられてるけど、余裕で耐える。このパーティーは。はい、素晴らしい。弱体化入ってんねんて。なあ、弱点といえど、シート外弱体化不要状態で耐えるんですよ。ヒーローキャラ3人使って。ヒーローキャラ3人使って。ヒーローキャラ3人使ったパーティーに耐えられたお前。どこかで見てるかね。今頃苦虫噛みつぶしまくってるんじゃないかなって、もう4匹ぐらい苦虫食ってるんじゃないかなって思うんですけども。ほんでもってここに関しては、まあ、ラス枠有利属性。ラス枠有利属性の時点で実はな、もうお察しという状況。レジェンドもっぱつ無理か。相手さんバフ見る価値なし、こちら側219、まあまあなんですけども、6つ割り。火力的には5つ割りなんですが、属性が全て主なかったっているという状況。オーバー140万入んねん、ヒーローキャラで。やばくないですか？そろそろね、心を許していない皆さんもね、開きかけてるんじゃないでしょうか。あれ？まさか、最近のヒーローキャラってほんまに強いのって。ぜひともね、心開いてほしいなと思うんですけども、調子乗ってたら、という、ラス枠にキッショイやつがいるんでね、これ多分死ぬわ。今をときめくご飯ちゃんが、はい、同じスーパーサイヤ人の僕のラス枠を潰しに来たというわけで、ね、同胞なんですけども、これはね、どうせ2枠目友情ダブルコピーでしょ？これはちょっと耐えなさそうやな。これ高校やったらよかったわ。高校やったらよかったっていう定番のパターンちゃうんけ？ただ、なんでお前、必殺ダメアップ全振りじゃないん？なんで攻撃バフ積んでんの？え？ちょっと待って、まさかさ、2枠ぶっぱ。いや、それだけはやめてや。なあ。それだけはやめて。この、何？かわいいかわいい女の子を殴るんか、お前は。竹本ウルカとかいう女子高生殴るんかウルカは。これはファンが黙っちゃいないんですけども、まあ僕は真冬先生なんですけども、魔法帝になっていきまして、まあバフ会もやっていくんですけども、これさあ、これ高校やったらっていうゆえのムーブちゃん。その可能性しか感じないんですけども、友情ダブコピーじゃないだけまあまだマシなんですけども、これ死ぬとかやめろよマジで。しょうもないぞ。なあ。ガイ先生で死ぬんはええねん。3枠ぶっぱ強いから。
お前僕2枠ぶっぱ許してへんからな。うん、その証拠に2枠ぶっぱの動画作ってへんから、うん、やめてくれほんまに。それだけはクソしょうもないんで。はい、よかった。腐った人間じゃないことは確かというわけで、ほんでもってここに関してはただ50万しか残ってへんのか。50万しか残っていない外先生対面で、やばない？それやばない？輪っか内の横なんですけども、それはさすがに僕死んだくないか。なあ、絶対に死にさらしたでしょう。さすがに耐える無理じゃない。ほんでもってなんかダブル変換されていく。これでは友情またコピー。なんでそんなお前ムーブ決まり腐らしとんねん、ボケが。こいつお前生人間だけやめろ、生人間だけやめろよ、忠告したぞ。素晴らしい。3つありなんですけども、火力的には、2個ありぐらいやな。いや、ここ耐えたけどもラス枠やねん。なあ、耐えたけどラス枠やねん。これは僕のジャマプチ君が頑張ってくれるほかないな。ジャマプチ君が頑張ってくれたらワンチャンありますわ。ジャマプチ君に全てが託されました。ここジャマプチ君で上書きしひん限りマジで負け確なんですけども、芝居ていきまして、着地ここやったらいい感じに爆発できるな。素晴らしい。レジェンドを発していきまして、バフ位置を見ていくんですけども、254と必殺ダメキッショイの、こちらが352のまあまあ詰めているかと言いつつ割と、なっているんですが、ガード一応 29% ガード。なんでお前ラス枠に無双さんとかいう変なん積んどんねんかすが。これで、必殺じゃなくて、攻撃260ぐらいになりました。ポーラの 90% がそがれました今ので。クソなんですけども、6つ割りか。お前生人間だけやめろ、生人間だけやめろ。素晴らしい。生人間、ダメージ以下ほどって、これワンチャンないのか。ガード積んでる。あ、無理や、無理か。あららららららあらら。というわけでラスト1回やっていくんですけども、まあね、そんなお前5周年ご飯とかいうきっしょいやつ来たらそりゃ勝てへんわな、いう話なんですけども、2枠目3枠目フリー。あれ、僕の、あれ、ガイ先生と2枠目に赤が多いっていう、その、戦略がダダ漏れてる。いるだろ、内通者。ほんで相手さん1枠目攻撃バフを積んでこないとかいう変なことしてる。これなんでなん。3枠目ガイ先生ちゃうのに、なんでなん。意味がわかんない。これさ、相手のバフ貸すやけど、これ属性で持っていかれるパターンじゃん。剛腕で、ただの脳筋で持っていかれる気しかせえへんねんけど。やめてくれよ、それだけは。なあ、ちゃんとバフ積んでへんねんけど、なんかご利用していきましたっていうしょうもないパターンだけはほんまにやめてほしいんですけども、ちゃんと戦略にのっとって勝てるんやったらまだしも、こんなクソみたいな脳筋パーティーに負けるのだけはやめてほしいんですけども、これはラス枠までいったら 100% 勝つんで、ラス枠まで行くことを望みたい。5個割、あ、6つ割、ここの6つ割どうなん。これなかなかやばない、ここの6つ割って。結構まずいと思うんですけども。まあ、魔法でなっていきまして、まあ、無双さんからのという定番のムーブでいきましょうか。着地は左着か右着地でお願いしたいんですけども、素晴らしいね。はいと。ほんでもってレジェンドも発動しておいて、で約束していきながらのバフ会やっていくんですが、これダメージエラ入るぞ。浦原さん、相手はね 15% ガードと20万回復なんで全然入んないんですけども、これどんだけ入るダメージ、やばそう。あら、きっしょい、きっしょすぎるん。これ絶対そうやん、これ絶対そうやん。属性で持っていかれるっていう、そうやん、しょうもないパターンやん、これ。絶対そうやで。
ただの属性っていうヒーローキャラ使ってるがゆえの、ただただしょうもないパターンで負ける気しかしないんですけども、5つ割。火力的には3つありやな。ほんでもってここに関しては、ただキラーが出ない。キラーが出ないのはええこと気づいた。いや、意味ないな。意味ないな。ヒーローキャラなんで。あえて限定キャラなんで。しかも今年の。無理やな。いくら5個割の火力といえど、これちょっと無理なんじゃない?ねえ。まあ、以下ほどというわけで、まあ、ダメージはまあまあ、出ないんですよね。ほんでも、ざまあ見やがれ、ボケが!お前、金に物言わした、お前、クソみたいな脳筋パーティーの、お前、金満のパーティーで勝てると思ったんか、クソがよ。こっちはヒーローキャラで勝ったるいう話で、なんなん、こいつさっきから。ほんで、生人間。なんか、友情技が噛み合ってへんねんけど。どうしたお前。なんか、錯乱してんねんお前。なあ。ちょっと話聞こか僕が。なんか毎日辛いんかお前。ちょっとクソ状況にも程がありますね。まあ、ここ割っていきまして、相手さんバフ、118のなんもない。こちら側299のクソ全力以下ほど5つあり、火力的には、4つありなんですけども、ひっくり返すれやろさすがに。さすがにやろ。あ、これどう?勝ったか?はい、ざまあ。